守りたい人が僕の目の前で笑顔を振りまいている。アイスクリームにブラックペッパーかけて大人になれたような気がした。宝石箱をそっと持ち出して水色の飴玉入れてみた。悲しくなってもその箱開ければ夢が叶うような気がした。ただ僕は君を見ていたの。ただ僕は、ただ僕は。オレンジ色のソーダを飲み干して遠い明日を見つめていた。決して未来は見えないものじゃなくていくらでも変えることができて、そばを離れないでいた。耳元で愛を語っていた。流されていた未来の箱舟に手に入れたもの、しっかりと抱きしめて